本山口县的美名，也是马自达每款新车上市量产前的测试基地，首度在台湾媒体镜头前曝光。东森财经新闻带您独家来直击。2006年，马自达买下了美名试车场，但其实它的前身是一个赛车场，全长大概有6.1公里，然后它的弯道大概有14个。现在我们就带你一同来试驾。坐进马自达车里，你可以看得到这个跟驾驶人视线平行的7寸面板，上面包含了影音通讯，还有一些导航的功能。但最特别的是，为了避免干扰驾驶人，他们设计了这一个触控旋钮，让驾驶人可以在行进期间也安全的驾驶。除了驾驶安全，还有你体会驾驶乐趣。许多驾驶都说开车其实容易腰酸背痛，但专家认为问题都是出在姿势问题。ちゃんとメーターが見えて。背中もしっかりついて腕を伸ばした状態にします。この時に向こう側に行ってたら、近すぎる、こっちに来てたら遠すぎる。この肘がまっすぐになって手首が曲がる、いい位置を探します。34岁健身雅美是全球马自达少见女性试车手，试车资历长达10年，还得经过严格的社内训练，才能帮大家第一手试驾。社内でその運転するのに、ランク、運転してもいいですよって許可があります。で、今日もやってるんですけど、訓練を受けて、で資格をもらいます。ロードスターとかに乗って、でまあちゃんと走る曲がる止まるの操作が安全にできるようにします。要让车子成为人体延伸，还得靠他们不间断的感受测试。テストコースに、そうね、6時間ぐらいずっといたことがありますね。人間が操作してその通りにこう意図通りに車が反応する。で、そうなるようにずっとセッティングを繰り返してます。试车员的心路历程，意外揭开车子上市前的神秘面纱。东森财经新闻，江敏希、沈玉腾、余家豪，日本广岛采访报道。